真田幸村、毛利勝長らの奮戦も虚しく、豊臣軍は敗れ、太閤豊臣秀吉が心血を注いで築き上げた難攻不落の居城大阪城は愚連の炎に包まれ、淀殿は秀頼の妻である家康の孫娘千姫を燃え上がる城から脱出させ、家康に自らと息子秀頼の除名を求めた。大御所から返事はないのか。あれが大御所の心かと。そうか、終わったのだな。仰せの通りにございます。しからば後のことはこの勝長にお任せくだされ。家康は除名を許さず、豊臣秀頼、淀殿、大野春長ら豊臣家の中心人物たちは自害、真田幸村の子大輔、大阪城五人衆の一人毛利勝長も燃え盛る炎の中に消えた。徳川家康は最大の不安要素であった豊臣家を滅ぼすことに成功した。乱世の再来を望み、豊臣の旗のもとに集った武士たちの夢はついえ、戦いの傷を癒すかのような太平の世がこの後250年にわたって江戸幕府の手により保たれるのであった。